前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今こういくつかねアンケート書いていただいたんですけれども、はい、ちょっとそれをもとにちょっといくつか質問させていただいてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。では名前を教えてください。はるなです。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。22歳です。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。3ヶ月弱くらい。そうですね、3ヶ月しないぐらい動かしてて、はい、終わりましたね。はい、上をね、はい、上はワイヤーでやってましたね。はい、前歯の部分矯正をしようと思ったきっかけを教えてください。結構前から歯の隙間気になってたんですけど、うん、なんか結構笑った時に、うんうん、なんか周りの人に「なんかスキッパだね」って指摘されて、うん、気になって、うん、始めました。なんかやりたいなみたいな。はい、でこの言われたのっていつぐらいですか。小学校、中学校、最近。小中は言われなくて、うんうん、ここ最近、うんうん、20歳ぐらいの時から言われるようになりました、うんうん、じゃあ昔はそんなでもなかったってことかな。いやでも写真見返したらそれなりにスキッパーだったんですけど、うん、あんまり指摘はされなくて、そのまま自分的にも別にそこまで気になってないって感じですかね。じゃあ気になってなくて、うん、周りに言われてからめっちゃ気になりだして、うん、あ私スキッパーのか、うん、みたいな感じで気になって、うん、でそこからもう調べ始めたって感じですか。そこからはある程度寝かしといて、寝かしといて気になったのここ1年くらい。あやっぱ直したいなみたいな、うん、はい、あなるほどなるほど。で調べ始めて、はい、で最初はその部分矯正ってしてました。部分矯正知らなくて。知らないですよね、はい、普通ね。で矯正なんちゃら、はい、調べて部分矯正できるところが出てきて、うん、そういうのがあるんだみたいな、はい、で知ってたまたまうち見つけて、はい、で相談はうちだけですか。そうですね、相談ここだけです。あここは調べてもここにしようって決めます。そのこれ決め手というか、うちの森デンタルクリニックで前は部分矯正しようと思ったら決め手は何ですか。それは、うん、短期間で終わるっていうのと、うん、あと値段、うんうん、もうなんかそんなに高くない、なんか部分矯正だから高くなくできるっていうのと、あとは、うん、雰囲気が良さそうだったので、良さそうだった、なんか写真のホームページの写真のなかなかいいじゃんみたいな感じで、うん、じゃあ話聞いてみようかなみたいな、はい、で実際来て、はい、実際の雰囲気はどうしよう。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。怖かったらどうしようと思ってましたね。全然違ってんだな。めっちゃ写真に笑ってるのに、うん、みたいな。そんなじゃあもうさ、もうなかなかいい感じだったから、はい、じゃあやってみようかな。はい、なるほどね。まあじゃあいざスタートして、うん、でその前に、はい、前歯の部分矯正不安だったこと。うん、結構周りの子に、うん、なんかその痛みとか、はいはい、あと着色、あ、はいはいはい、着色系のものが食べれないって聞いてて、はい、うん、そっちの方が心配で、あ、なるほど、カレー食べれないとか、あと、うん、カフェインカフェラテが好きなので、それどうでした、飲めました。毎日飲んでました、カフェラテは。歯磨きちゃんとして、あ、なるほどね。じゃあまあそこまで不安だったけれども、いざスタートしてからはまあそこまで、はい、カレーぐらいですか。カレーでもなんか、うん、その友達はもう2年くらい食べれないって言われたらしいんですけど、うんうんうん、ここではなんか矯正変える、うん、前日か当日だったらいいって言われたんで食べました。なるほど、はい、でそんなまあストレスなくって感じですか、はいはい。じゃあその前の部分矯正やる前とやった後で歯並びはどう変わりました？めっちゃ綺麗につけました。最初ちょっと離れてたけど、で今はピタッとピタッとくっつけました。なるほど、じゃあ結構満足の感じね、はい、ありがとうございます。じゃあその前の部分矯正やる前とやった後でこう気持ちの変化だったり生活の変化みたいなのあります？でも人の前で、うん、なんか前までこうやって口隠してたんですけ どそれがなくなりました。なんか普通に気軽に普通に笑える、はい、じゃあ昔は、ま、
言われてからはこう写真とかどうやって撮って写真はもうしょうがなく笑うんです。なんかちょっと遠目だとなんかぼやけるな、うん、あじゃあもう近場とかだったら、はい、対面で話す時とかこの感じで手で隠したりとかしてたんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ今はそれが気にならないよと、はい、生活どうですか。そんなにまあ同じような感じ。はい、そうですね。あんま変わりはない。変わる、うん。本音でいいんですよ。本音で、はい、じゃあその前の文教生を、まあ、やりたいんだけどこうどうしようかなみたいな昔の自分みたいな人に何かメッセージをお願いしたいですけど、うん、めっちゃ悩んでる時間がもったいないなって思いました。あもうすぐやっちゃいすぐやっちゃった方がいいと思います。本当にそう、まあ、だって3ヶ月かかってないぐらいでね、はい、もっとかかるものだと思う。持ってました、ね。ずるずる私も二十歳ぐらいの時からずるずる引きずって22になって始めて、もっと早くやっとけばよかったって思ったので、今1年か2年ぐらい考えてた、はい、その寝かしてた期間というか、うん、がもうすぐやっちゃえば、うん、もう二十歳の頃に終わってたと、うん、終わったかなって。じゃあまあ相談行った方がいいんじゃないみたいな。はい、行った方がいいです絶対。じゃあまあトータルでまあすごい3ヶ月ぐらいでこう短い期間だったんですけど、振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか。やってよかったです。やってよかったですか、はい、分かりました。じゃあ質問以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。